このトランスパーソナル心理学っていうのはね、どういうことかっていうと、催眠下でこう穴が開いてやると、その人の子供の時から、生まれてから今までのショックな体験が無意識に入ってるっていうのが今までの、まあ、古典心理学。ところがですね、穴開けると、その人が知るはずがない情報が、例えば知らない言語を突然喋り始めたり、そうするとあるよね、前世前世、あの、僕いろんな人の前世の話聞いたから、大体前世とお姫様よねあんまり無視やったっていうことをアピールする人いないよね。どっかの公家さんとかね、なんか少なくても自分よりもレベルの高い話ね。うん、あれ面白いよね。僕信長の生まれ変わりで12ぐらい合ってるから相当分かれたんやろな。だからそういう意味では、いやでもね、催眠下ではその人が知らない情報、皆さんも例えばあると思うんですけど、あれこの景色どっかで見たとかね、こんな会話をしてるよねとか、もしくはね、こういうデジャブみたいな、あのなんか要するに、あ、これどっかで知ってるとか、この会話前に経験してるとか、それとかその人が思いもよらないひらめきありますよね。例えば兄弟、天下の兄弟で、ね、河合春先生にお願いされて、ね、講演してくれと。で、それも心理学者ばっかり集めた勉強会の集まりで喋れって言われたんですよ。ね、素人だから喋れるわけですよ。で、自分が教わった教授の本とか書いてる先生、本とか読んでた先生も来るっていう。無理だよ。ところがその先生がなんで江藤君を推薦したかっていうと、その君は面白おかしく心理学を語る、これからそういうことを、だからその難しいことを語るじゃなくて楽しくやってくれって。で、僕その日は断ったんですよ。それは無理ですと、でもこれも千載一遇のチャンスじゃないですか、ね。で、また頼まれたのがトータル20分って言われたんですよ。20分なんだ2時間半の枠でも収められないまずそれも不可の道から、2時間無理で、ね、2時間半でも無理なのに20分無理です。で、またそういう心理学の先生ばっかりで、ね、いろんな心理学の大学の心理学の先生が集まった、ね、一つの勉強会があるから、その絶対無理だと。で、まあでも千載一遇のチャンスやなと思って、で、やったんですよね。そしたらね、こう僕ら長年ね、こう講師やってると、これ毎日毎日皆さんからしたら、あの100人ぐらい前で僕はもう講座するのが日常なわけですよね。で、やっぱりね、長年やってると、今日も体験ですけど、やっぱね、すっと最初から入りがいい人と、なんか最初こういう人ばっかりですよ、体験って。どっちかっていうと、まあ、皆さんも今すごいにこやかに笑ってますけど、その方がそうだこんにちはスタッフが、こんにちはどうも、ここなの、ここ座るの、ね、絶対私騙されないから、ね、で、騙されはったんですよ騙されたか騙されないか別にしてもね。だからそうやってね、でもだんだん途中ぐらいからこの人入ってきはったなとか、この人心ふぐ開き始めたなというのは不思議と分かるんですよね。だからね、講演会でもそうなんですね。最初からすごい入りがいい人と、あ、この人すごいなんかいやいや来たか、なんか抵抗がある感があるか、もしくは人前で喋ってたり人を指導してて、まあ逆に言えば人間ね、自分と同じような仕事してると、やっぱりこうね、嫉妬とか妬みとか、なんだこいつのみたいなね、いやって俺の方が絶対うまいとかねいうのがあって、そういうのがあって素直に入れない時もあるけど、まあ大体わかるんですね。で、あのその時のね、講演会、そこでの20分僕ね、完璧に終わらせた20分。へー、もう自分を褒めてあげたい、まさに有森さんみたいなね、そんな気分でしたよ、本当に。で、すごい満場の拍手もいただいて、あ、よかったなと思って、やっぱ参加してみるもんやなと思ったんですよ。で、終わりましたね、じゃあ以上ですって言って帰るとしたら、
江藤さん、江藤先生ってこう言われて、はい、あの、質疑応答。もうね、ダチョウクラブの気分ですよ。聞いてねえよ。で、なんかないですかって言われた時に、なかった感じだった。あ、よかったと思って。こんな突っ込まれたらもうどうしようもないと思って。そしたらね、一人だけ実はずっと気になってた方がおられて、はあ、最後の最後までなんか感じてるなっていう、その人に手挙げられたくないなと思ったんですけど、もしかしたらあの教授手挙げるのかなと思ったら手挙げはったんですよ。やっぱしっていう。でね、その教授が言ったのは1900何年に出された論文のことで、江藤先生は見られてるかどうか分かりませんけどみたいな話があってね、で先生がお話しされた部分とその論文で発表された部分は共通点があって、なるほどなと思いましたが、相違点、共通点と違う点、その相反する違う点について語ってくださいって言われたんですね。僕そんな論文見たこともないし、お経でも読みはったんかなぐらい、いつの何の論文ですかって。いや、それは無理でしょうと。なぜならば年間で、ね、何万も論文なんて、全ての論文心理学だけでも名刀してる学者なんかまず一人もいないし、まあそうです、それらも明らかに誰もそんなのもう分からない話の部分のことを、まあ明らかにこれいじめだなっていうのは他の先生方も多分分かってたし、それはって雰囲気だった。で僕もそれはって感じだった。ましてやそれは無理でしょうみたいなね。で、それでは正直言ったんですよ。あ、すいません、その論文に関しては見ていないんですが、今先生のお話でちょっと感じたことがあるんで言っていいですかって言って話し始めたんですよ。それがね、僕の知識を超えてる話を僕がし始めたんですよ。要するに喋ってる僕と、もう一人離れてしまって僕が聞いてる僕がいるわけですよ。その喋ってる僕を僕が、うんうんうん、なるほどみたいな、なんかすごいこと言い始めたんですよ、そしてみんなその時の雰囲気がみんなが納得してるっていうのが伝わってきて、そしてよろしいでしょうかって言った瞬間戻ったんですよ。なんか気分的にね、実際離れてるわけじゃないけど、自分が喋りながらすごいこと言ってるなと。そしてよろしいでしょうかって言ったら、その教授やっつけようと思って言ったのに見事になんか答えたので、うーん、よくわかりましたって言って座らざるを得ないぐらい完璧な押さえ方をしたんですよ。そして、ありがとうってもう迎え入れてもらって、先生よくやったって言われて、ありがとうございますって言って、ね、すごいいい、あの質疑応答が良かったねって言われて、僕ね覚えてないんですよ。あまりにも追い込まれてて、あのね、そういうのをね、実は思考経験って言って、ピークエクスペリエンスって言って、人間っていうのは自分の能力を超える瞬間があると追い込まれた時、それをゾーンって言ったり、ね、こうよくスポーツ選手が明らかに自分の力を超えたっていうね、ゾーンに入ったとかね、そういうものがあるんだと。でそれが今までの心理学はどっから来るのかっていう、自分の知識でもないし経験もしてないっていうか、僕が喋ってる内容は僕自体がどっから来たのその話。ね、うん、そういうものがどうもあるんだっていうことを考え始めた人がフロイトのお弟子さんでユングっていう人がいるんですね。ユングはどうもフロイトの理論で言うと、生まれてから死ぬまでの今までの経験値が無意識に蓄えられてるっていうけど、それ以上にもっと膨大な情報に人間はアクセスする瞬間があると。膨大な情報にこのアクセスする瞬間、うん、これをね、うん、何なんだろうって研究をし始めて、そこで行き着いたのがユングは、どうも人間は個人の意識だけじゃなくてもっと巨大なものとつながってるっていうことで言い始めた理論が集合無意識理論っていうやつなんですね。要するに意識と無意識の壁はあって、その無意識の壁の世界の下側ではおそらく全人類は
もしかして全人類が共通する集合無意識というのがあるんじゃないかと。集合無意識、要するに心の奥底は全人類がつながってて、自分の個人レベルじゃなくて他の人の知恵とか昔のすごい英知が実は無尽蔵に入ってて、そこに絶妙なバランスでアクセスできた瞬間にひらめき、あ、そういうことかもしれないっていうね、ひらめきが起こるってですね。ソクラテスっていう有名な哲学者が、僕らが何かを新しく発見するってことはないんだ、早期論って言って、聞いたことないですから、ソクラテスの早期論。早期論の言わんとすることは、人間は新しく知識が入るんじゃなくて、無意識の中にも全人類はありたい、本来あるべき姿、あるべき地位が全部備わってると。ただいろんなことがあって、それが埃のようにかぶさってる瞬間に、何かの部分がパンと開いた瞬間に、新しく知識が入ったというよりも、お、そうか、思い出したっていう、そうだったよねっていう、これが実は気づきとかひらめきなんだ。だから新しい知識が入って、へえじゃなくて、そう、そこよ、かいいところはみたいな、ね、ぐらいな、ある種こう感動。だからメンタルの講座の中でもあるでしょ、はぁ、みたいな。そのはぁは、ね、新しいもの入ってはぁじゃなくて、実は本来僕らは本来の自分を知ってるって言うんです。それをね、ユングはセルフって言ったんです。セルフ、個人、本来ね、僕らは本来の自分を知っているって言うんですね。なるべき自分、これをね、個性化、本当の自分になっていく、これをユングは個性化と言いました。本当の自分、一生かけて本来自分がなるべき、皆さんもそういう課題があってそこにつながっていく、一生かけての勉強なんですよ、これをね、セルフ、ね、だから本来ね、皆さんの中には神様みたいな人がいる。その神様が、こういう話するとまたね、スピリチュアルな話なんですけど、僕アメリカでね、ドリームヘルプセレモニーっていうね、そういうセミナーを受けたんですよ。夢のワーク、うん、で一番ね、いろんな、ね、有名なセミナーがあったんですけど、まあ一番ね、人気がなくて入りやすかったから入ったんですけどで、それね、夢見なかったんですよ。で、僕基本的に夢覚えてない人なんですよ。現実忙しいから、夢見たらパッと起きた瞬間うわって動き出すから、夢ってあんま覚えてないです。僕あんまり夢見ない人やと思ってたんですけど、でも夢見ないといけない、あ、見ませんって言ったら、ね、夢を 見るゴーグルをあげるって言われたんです。へー、僕ね、ドラえもんがやっぱいるんだと思ってそんなゴーグルあるんだって夢やもんそしてね、お借りするんですよ。そうすると、で、分かったのはね、どういうことかっていうと、夢ってちょうどね、深い眠りと 1.5 時間ぐらいで、浅い眠りとあって、浅い眠りの時に大体ね、レム睡眠っていう、ラビット、目がこう、眼球運動が、こう目、寝てる人の、まあ、いたずらする必要ないけど、目、部屋開いたらこう目がくるくるくるって動いてる瞬間、この時にね、起こすと、夢見てたって言います。で、眼球運動してない時は深い眠りなんで、この時起こしても、夢は見てないです。だから浅い眠りと深い眠りの間、ちょうどお釈迦さんが悟りに開いた半眼って言って、目が完全に開いてるわけじゃなくて、深い眠り、これ例えだと思うんですね、比喩、うん、半眼の時に人間夢見てる。で、そのね、ゴーグルは目が眼球運動がピーッと起こるとね、それがセンサーが入ってて、フラッシュが仕込まれてバーッもう全然夢のマシンじゃない、地獄のようなマシン、もういい感じ、わーってついた時に、って言って、全然ひたすらそれを地獄のように書く。
あれね、1週間やったらもうもろしてるよ。1枚でこうって。そしたら、夢見てないことが気づいたんですよ、僕は。あ、僕も見てないよ。で、皆さん経験ない。夢ってバラバラじゃない。何の脈絡もないし、次の日目、その日次の日目、バラバラバラ。だからもう、どちらと、ね、なんかつながりがあるんじゃなくて、デジタル的よ。ここの夢、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 みたいな。なんか、もう今の友達と昔の友達と一緒に遊んでるとかね。例えば、ね、そういうこう、全然、ね、街の中で裸で歩いてるとかね。なんで、俺はここからどうすればいいのとか、ね、なんかとんでもない夢。それ現実ではありえない。なんで俺ここで裸なのとか。現実ではありえない夢あるじゃん。だからこうやってバラバラな夢見ていくわけですよ。ね。ところがね、面白いのは、プロコースで夢分析で分かりますけど、全部バラバラの夢なんですけど、10本ぐらい見るとね、15本とか人によって違うんだけど、大体ね、今までの夢が全部つながる夢を見るんですよ。へえ。あ、ここ10日に20日ぐらい見てた夢は、壮大なテーマを僕に教えてたっていうね、このバラバラの夢を見てると、この夢を見せたら今までの夢が全部つながる。これをね、ユングはね、キードリームって言って、鍵になる夢。ということは、このバラバラの夢を見てるこいつに、この夢を最後に見せたら全部つなげるっていうことを分かってる神様みたいな存在がうちにいるってことでしょ。だからユングはね、内側に神様があると、いると。それは本来自分の望むべき姿になりたい、気づかしたいと思ってるけど、僕らは日々現実の人間関係に追われて考える暇がない。それが夢が時折そうやって手紙のように送って、気づけよ気づけよ気づけよっていうのが夢なんだっていうのがフロイトやユングの説なんですよ。でフロイトはその夢っていうのは子供の時のショック体感が出ると思ってたけど、ユングの研究によると、ユングは全部無意識層はつながってるんで、夢からの啓示はすごいいろんな知恵を与えてくれるってことですね。でこれがね、一番直感力が発達してるのは女性。女性言っても、あのね、僕らの言う性じゃないんですよ。僕にもね、女性性があるんですよ、信子さんが。で僕の信子さん結構強い。この信子さんはね、内側に向いてるチャンネルなんですよ。どっちかというと直感。ひらめき。ポーンと出てくる。これ、これ女性性。で、男性性が、今こういう話してても、そんなアホな、みたいな。ないない。僕は理屈しか信じないからっていうね、こう理論性。現実。そして行動、アクション。これがユングはアニマとアニムスって言って、男性性と女性性のチャンネルが皆さんの内側の中にはちゃんとあると。で僕はね、このね、アニマとアニムス、男性性と女性性がね、絶妙にバランスがいい。ノブくんノブくんみたいな、これってすごいことだと思わないとか言うわけですよ。なんか指が立ってるわけで、すごいことだと思わない。で僕の男性性は、いやいやそんなこと誰でも考えるから、いやノブくんノブくん、これ絶対ノート書いといた方がいいと思う、書いといた方が、いやいや誰でも考えるようなこと、いや書いた方がいい。もうなんかもうもや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 するの、あーと思ってとりあえず書いとくわって言ったら、言いないようになって、それが全部講座になってるんですよ。新しいものが生み出す時にはインナーマリッジ、内側の自分と外側の内側の彼女と彼氏がうまく絶妙にインナーマリッジ、結婚がうまくいってる時にはアイデアが出やすい。それは皆さん思っても書かないとか感じても動かない。これ結構助けられるんですよ。行きたくないと思った時に、のぶくん断って。いや断って言うけど、やっぱ誘われた以上は行かないと、立場あるじゃんっていうのが理論的社会性。
いやー、のぶくん、行かない方がいい。もう、行かないで、行かない、いや、行かないで、今日は。ね。で、なるわけです。で、ちょっと今日、僕ちょっと、行けないんですって言って、僕がのぶこさんの言葉をやって、アクションまで起こしたら、行かなかったんですよ。そしたらね、車、その乗った車が事故って、僕乗ってたら事故っていうこともそれは今作り話ですけどいやいや教団師そのユングのハイヤーセルフって言って内側の、ね、セルフはいろんなことに援助を与えてくれる。いやこれ本当にあった話でしょ。僕ねうちの子供はちっちゃい時ですよ。息子がなんかねこうテレビ見てたんですよ。ボーッとソファーで。そしたら内側のロボコさんノブくん、ノブくん、隣が気にならない？ならへん。俺今テレビ見てるし、なんか気になるよ。行った方がいいみたいな。ええ、今一番いいとこだし。ね、わかる？行った方がもううるさいの、このノブコさんが。もう、なんかちょっとだけでいいから見てみたいな。んでパッと見てドア開けたら息子が熱い夜間こうなんかやってるところ椅子持ってキッチン、ちょっともうやったらバンバン、あれ完全に蹴られた、になるところ、うわっお前何してんのって、ありがとう信子さん、信子が動いてくれたおかげみたいなね。ごめんごめんね、今変態ワークをやってるわけじゃないですか。そっから生まれてきたのがセルフラブっていう概念です。だから内側のインナーマリッジがうまくいってない人はそれを外に求めるって言うんですね。でうまくいったら別に彼氏彼女いなくても結婚してなくてもハッピーっていうね、自己完結、自分の中で楽しめる人はあなたが右側を見た右側を見せて、あなたがこうやったら愛してくれるんだったらこんな化粧してこんなお目で こんなような私は淑女になるわみたいな。そうするとそれはその人に見限られた自分は価値がないと思うから、常に周りに翻弄されたり上司の期待に応えて、こういう人はうつ病になったり自己嫌悪になったり自己否定感でうまくいかない。でも内側のマルチがうまくいってると、ゲシュタルトの言う離別感、ゲシュタルトの言う、ね、あなたはあなた、私は私、私はあなたのために生まれてきたんじゃないし、お父さんお母さんあなたたちの期待通りには生きれない、私はそういう人じゃないから、私は私になるために生まれて、あなたたちはあなたたちの人生で生きていく、育ってくれて親子としてはありがたいと思ってる、でも私はあなたたちの夢を叶えるための道具として、いい高校を抱いて誰と結婚するか、それは申し訳ないけどそれはあなたたちの夢であって私の夢ではない、こういうことをはっきり、ね、私はそういう人じゃないんですっていう自己自立、インディペンデンス、これができるためには内側の側がインナーマリッジがうまくいっとかないといかないっていうのが言う。